カの目、なんで俺たちを狙う。暇つぶし。避けやがって野郎ども。奴に構うな。さっさと会場レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。おっさん、あいつら追い払ったら俺雑用やめていいか。いいぞ。店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前の草どもを片付けるのか。だがコックは侮る奴は端から下ろしてやるよ。コックは手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくる奴は残らずこの足で仕留めてやるよ。俺も出る。今度は。この店はクソジジイの宝だ。絶対に渡さねえ。よし、こっちは俺に任せろ。今度は。俺が目指すのは世界一の剣士。手まで分けるわけにはいかねえんだよ。あいつらとは短い付き合いだろ。惜しかったな。ただの虫けらというわけでもないらしい。となればそれなりの準備がある。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。小僧、何を目指す。最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。Thank you.
あるか。こんなに遠いはずはねける心剣で示そう。悪いな、ちょっと。メリーゴーに乗ってどっか行っちまったぞ。
頭にねえ貴様は猿同然。猿を舐めると引っかくぞ。してやる必要もない。邪魔者はもう出てこれねえ。さっさと会場レストランを奪え。せねえよ。何か仕掛けてくる気か。お前に潰してやる。行儀は悪いな。特大カノン。ぶっ飛ばしてやる。バカが、逆上したやつほど殺しやすい敵はいねえ。ここがてめえの墓場だ。ここは俺の死に場所じゃねえ。ここがてめえの死に場所じゃなけりゃ、一体誰の死に場所だ。お前のだよ。勝負の果てに笑うのは常に俺だと決まってる。